目標としていた、単服ともに金メダルを獲得することはできなかったんですけど、シングルスで金メダル、ダブルスで銀メダルを獲得することができました。そうだね、写真撮るで。もうちょっとカメラを出しますね。なんか前の記者会見がギュッてなってて緊張せずすんで、前の方が緊張した。メダル映ってますか？ギリギリの。私メダル映ってない。シングルスでは苦しい展開もあったんですけど、我慢して我慢して金メダルを獲得することができて、ダブルスでは、連覇とはならなかったんですけど、最後まで、私たちらしく笑顔で終われたのでとても満足しています。2人でこういうことをしよう、ああいうことをしようっていうふうに相談をして練習をして、それを出した結果が今回の銀メダルだったなとは思うので、うん、悔しいけどでも納得はできる試合はできたかなと思います。シングルスに関しては本当に東京大会と同じような、なんだろう、運びで決勝まで行ったんですけど、東京と一緒だったけど内容は全く違くて、レベル自体もすごく上がってましたし、その中で金メダル獲得できたことはもう自分の中ですごく特別な時間を過ごせたなと思えるような大会でした。